はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、明日はですね、僕は10キロマラソンに出るのでちょっと気合を入れてですね、今日も朝からちょっと走ってきたんですけども、バテないようにですね、しっかり頑張っていきたいと思います。はい、そしたらですね、本題に入っていこうと思うんですけども、今日からですね、手のしびれについてお話ができればと思います。はい、手のしびれといっても一概とですね、これっていうのは言えなくて、中にはですね、手全体がしびれてる人もいれば、肘から先がしびれてる人もいますし、手首から先で、手首でもこの中指から親指側と中指から小指側っていう感じで、しびれてる方っていうのがいますので、それぞれ原因っていうのがやっぱ違うんですよね。なのに今ですね、おそらく手のしびれで悩んでるあなたっていうのは、例えばお医者さんからしびれはうまく付き合っていくしかないからね、そういう感じで生きていくしかないよみたいな感じで言われたことあると思うんですよね。はい、でも実際そんなことなくて、でこのしびれの原因はじゃあ何なのかっていうと、筋肉が血管だったり神経を潰してしまってるせいで、そういった症状が起きてるだけなんですよね。はい、ってことであれば、その筋肉っていうのを柔らかくしてあげれば、血管っていうのが元に戻って血流が良くなって、しびれだったり痛みっていうのを緩和しますので、ぜひですね、今悩んでる方で諦めてしまってる方も、今からお伝えするですね、ストレッチっていうのをやっていただければと思います。はい、でやり方なんですけど、今日はですね、もう全部しびれてますよ、手全部しびれてますよっていう人の、ケア方法をですね、まずお伝えできればと思うんですけども、じゃあどこが悪さをしていることが多いのかっていうと、こちらですね、はい、青く光ってるところが2箇所ありますけど、このまず青って、これ何かっていうと動脈なんですよね。動脈ですね。で黄色いのが神経です。黄色いのが神経。はい、で今日はですね、この2つですね、鎖骨のちょっと下と、肩甲骨の、大体言うとですね、この鎖骨の、ここで鎖骨あるんですけど、見えるかな、ちょっと光ると、ね、見えないね。鎖骨のですね、下の部分だったりとか、この肩のですね、この辺り、鎖骨のところの下とこの辺りでしびれを起こして、筋肉が硬くなってしまうと、手のしびれ、全体的な手のしびれにつながってしまうっていうのがあるので、それをですね、まずお伝えしたいなというふうに思います。で、やり方なんですけども、まずですね、この鎖骨ありますよね、皆さんの鎖骨。はい、そこからですね、指1本下のところのへこみですね、へこみ、ここをですね、まず自分でこっち側ですね、背中側に向かって、まずぐーっとこの3本指ぐらいでまずぐーっと押していきます。で、この時の押し方としてはですね、ぐーっと押しちゃうと結構痛いんですよ。結構痛いので、こう、なんだろう、中の筋肉をちゃんと捉えてあげる意識ですね。皮膚とか脂肪とかはとりあえずグーとかじゃなくて、筋肉さんどこにいますかっていう感じで、こう筋肉自体をしっかりですね、触ってあげるってことを意識してください。で、触れたらですね、この状態でこういうふうにぐるーっとゆっくり大きく回します。ゆっくり大きく回します。はい、5秒ぐらい回したら1回手をまた離していただいて、次ですね、さっきここだったら、次ちょっと外側ですね、ちょっと外側、はい、もうまた同じようにぐーっと同じように触ってもらって、5秒ぐらい、1、2、3、4、5っていう感じでしていただいて、また離します。で、また落ち着いたら次もうちょっと外側ですね、もうちょっと外側、もう結構この辺とか痛いと思います。はい、で、また同じようにぐーっと圧迫して、また同じようにですね、こういうふうにゆっくりしていきます。はい、ゆっくりですね。はい、っていうふうにしていただくと、手のしびれがですね、ここが原因でしびれてるケースっていうのは軽減したりとかします。で、実際にですね、こう範囲がいくつかあるので、この辺りの筋肉なので、自分でですね、あ、痛い、気持ちいいな、ここはなんかズーンってするなってところを見つけながら、今みたいにまず一つやっていただきたいなっていうのが1点ですね。で、ここをやったけどここがまだ変わらない人は、次ですね、こっちの脇のところですね、脇のところのせいでしびれてるケースがありますので、今から脇の方のケア方法をお伝えできればと思います。で、脇の方はですね、ちょうどこの辺りですね、この辺り、ここから太い血管がこうバーっていってるので、この辺りをですね、ガバッと掴みます。ガバッと掴む、こういう感じでガバッと掴みます。
で、掴んでもらったら後ろ回しですね、後ろ回し、この手がですね、緩んでしまうとあんまり意味がないので、しっかりぐっと圧迫をかけたまま後ろ回し、後ろ回し、後ろ回し、これも同じように5秒ぐらいですね。で、終わったらちょっとですね、こっち側ですね、こっからこっち側ですね。なので最初は下の方からこう徐々にやっていった方がいいかなと思います。はい、で、これも同じように外側、外側、まあ大体ですね、こっから、ここから、この辺までですね、ここから、この辺り、はい、の範囲でこうつまんでいきながら、こういう風に5回ぐらい回していただくと、またですね、手のしびれが緩和する感じがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、全体的にしびれている方は今日お伝えしたここの部分とこの2つっていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくですね、私の顔マークはこれはないか、ぜひチャンネル登録していただいて、また見てください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。